はい、今日は素敵なゲストが来てくれています。シンガーソングライターの竹本理央ちゃんです。よろしくお願いします。久しぶり。お久しぶりです。前回出ていただいた時は、はい、声がカスカスで信じられないぐらいカスカスでね。そうですね。どうしたんだっけ、あの時風邪ひいたんだっけ。いや、なんか、まあ、でも風邪ですかね、うんうん、風の延長線で声が喉があんなにダメになったのは初めてだったんで、もう自分でも面白かったです。もうキャンセルしてもいいのにあのわざわざ来てくれるっていう、もう本当にありがとうございます。とんでもございません。さあ、今日はツルツルの声でお届けしたいと思います。はい、竹本理央ちゃんプロフィール紹介します。生口島、広島県尾道市の生口島生まれです。高校卒業後、神戸の紅葉音楽学院にね、はい、音楽の基礎を学ぶ。同時期に関西で活動を開始。で、2017年夏の中でをリリース。そして、全国ツアー、フェス出演をはじめ、主にライブ活動を精力的に行い、チルディクアソシエーションの千尋さんなど多くのアーティストとの共演も話題となる。優しく力強く響く歌声、リアリティあふれる言葉、シンプルながら音楽への愛を感じさせるメロディーと楽曲、今後さらなる活躍が期待される要注目のシンガーソングライターです。大変ありがとうございます。イエーイもうね、私 もうその歌声もそうですけど、はい、まあ、何より歌詞、はい、にもうズボ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 刺されまくりね。嬉しいです。あの、リオちゃんね、今回来てくれたのは、実は何を隠そう、はい、サロンライブにまた遊びに来てくれたんです。はい、出させていただきます、ね、出演していただくんですけど、あの、一緒に歌う曲が、はい、あの歌詞がもうすごすぎて、はい、ちょっともう女のシンガーソングライターの女の生き方について語ろうよっていう、はい、語りましょうよ365って呼べばいいんだよね。そうです。365日の365、はい、っていう曲なんですけど、はい、もう何をもって、もうここで思いをぶちまけていいよぶちまけていいよ、うん、そうですね、あの曲、私毎回そうなんですけど、うん、曲を書いて歌っていくと、あの書いた時の記憶はもうほぼなくなるんですよ、うん、まあやっぱ時間が経つにつれて忘れていっちゃうから覚えてないんですけど、はいはい、でも365日自分であることはもう逃れられないじゃないですか、はい、その上で、まあ、自分が女であることとか、うんうんうん、今28になったんですけど、うん、28歳の1年間を過ごすこととかって、はい、こう考えてなくても考えてても過ごさなきゃいけない時間。そうだね。その中でこう何を自分は優先したり、女としてどう生きていくのがいいのかなとか、正解なのかなって、うんうん、いろんなことを、うんうん、があるたびに考えてて、うん、だからこの曲はいつだっけな、まあ、前に作った曲だけど、今の気持ちで、うん、あの歌っても、あ、自分でも、あ、そうだったよなって気づかされることとかがなるほど、ね、多かったりとかするので、うんうん、ちょっと背伸びしようかなと思いつつ、結局素直に書いちゃった歌詞なので。いや、そうなんですよ、はい、もうね、皆さん、ちょっともう読んで差し上げて、もうここよ、言いたいところはっていう歌詞ですか、うん、どこだろう、やっぱ全部まあ全部だよね、自分的にはそうなんですけど、そうそうそう、ね、はい、じゃあ千尋的な、あの刺さったところね、はい、2番です。大先輩って慕われたい、悩み事とか解決したい、完璧だって思われたい、ここからはすごい寂しい夜に思い出されたいもうね、なんかこう、あのまあしたいとかされたいとかいうのがこう羅列されていくんですけど、はい、そこにね、こう気取りがない、はい、ちょっと恥ずかしいじゃん、寂しい夜に思い出されたいなとかさ、恥ずかしいです恥ずかしいよね、はい、よく言うわ本当にあのモデルみたいに手本にされたいとかさなんかやっぱりね、ここであの自分が大人、思い描いてた大人像と、はい、そこの今の現実とのギャップを感じるわけでしょ、はい、そうですね、うん、だけど、はい、自分は自分だっていう気持ちもあって、はい、
そこの狭間で揺れ動いてる女ですよね。そうですね。なんかそれこそ本当に寂しい夜に思い出されたいなって恥ずかしすぎてこの人に言うなんてことはしないんですけど歌ってなんかそこは自由というか、そうなんだよね、解放 させてもらってるっていうか、うん、歌に、うんうん、なんか自分的には一番 の、うん、あの、はい、社交辞令とか真に受けたい、ナンバーワンって持ち上げられたい真に受けるタイプ私も、うんうん、っていう歌詞があって、うん、あのそこはよく書けたなと思います自分でそうだよね、ナンバーワンって持ち上げられたいだもんだって、はい、でもみんなそう思ってるけどそんなこと恥ずかしくって、はい、とてもじゃないけど言えないよっていうことをリオちゃんが言ってくれてるわけ勝手に代弁してる、うん、やっぱりさなんか SNS とか普及してさ、はい、あの本音とか言いやすい世の中になったっぽい感じもするけど、はい、でもやっぱりこう人の目をすごく気にする社会だから、そうですね、うん、なんかいつどこの言葉を切り取って上げ足取られるかわからない怖さがある中で、はい、こうやってもう全部脱いで喋ってくれるっていうのはすごいこう救いだよね。わ、嬉しいです、うん、そう言ってもらえて、まあ、音楽だからできるっていうそうですね、愛してるなんて言えないもんね言えないです、そうなんだよ、だからここがね、はい、本当すごいなと思って、はい、もうちょっと聞いてもらおうか、あ、お願いします、うん、それでは曲紹介お願いします。はい、竹本理央で365。今日は無理って投げ出したい、ダメなところも認められたい、すっぴんだって褒められたい、腹が出てても可愛がられたい、社交辞令とか真に受けたい、ナンバーワンって持ち上げられたい、崖の上に咲いていたい、ボサボサな髪撫でられたい、大人になったら女性はみんな彼氏の話で盛り上がってさ、当たり前だと思っていたけど一生懸命私に
お送りしたのは竹本理央ちゃん、5月の去年の5月ですね、はい、リリースしました365。どうですか皆さん、ぶっさぶっさ刺さりまくったんじゃないですか。おお言われちまったよっていうね感覚ですよ本当。でもねすごくやっぱりあの愛されたい、はい、誰に、そう誰よりも本当は私に愛されたいんだっていうね、はい、ここ大事なんだよねやっぱりそうですね、うん、なかなかこれを思うのも難しかったりしますけど、うん、大事ですね。なやっぱりさこう人から何か言われたりすると、まあ、私もさあのこれでいいと思って生きてるけど、はい、友達から千尋さもうそれでいいのとか言って言われたりするの、はいはい、あの厳しい友達多いから私いいお友達ですね。そうそうそう、もうちょっとなんかこうしたらとかさいろんなこと言われるとさだんだんえ私これでダメなのかなとか言って思ったりするんだけど、はい、結局自分が自分を好きでいてあげないと、はい、ブレていっちゃうんだよね。そうですね、どん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 芯がずっと通ってるって本当に難しいことですね、うん、難しい。でもすごいかっこいい、うん、通ってると通ってるように見えるけどね。いやそんなことないんですよやっぱこれはみんなそうだと思うんですけどそうよね、そうなんですよ。でもまあこうやって自分と向き合いながらどうやってね自分を愛していくかっていうのをみんな結構考えてる、考えてもいないのか。自分の機嫌をこううまく取る余裕があればいいのになっていうないとさ、私って本当なんかこんな頑張ってんのに、はい、なんで私だけこんなひどい思いしなきゃいけないんだろうとかさ、辛いとかさ、そうなんですよね、なってっちゃうんだよね、はい、なんか一人ぼっちになっていっちゃうんですよね勝手に。そうなの、みんなに別にそんな風に思われてないはずなのに、はい、みんな私のことあれだと思ってんだろうなみたいなさ、はい、いやめちゃくちゃわかりますそうなんだよね。どうしてもどうやって持ち直してる？え、私ですか、うん、私はやっぱ食べることが一番ですかね。同じかな、はい、食べる、泣く、寝る、これですね。あ同じ星の人なのかしらそうなんですか、千尋さんもそうですか。私もそうかな、食べる、泣く、寝る、うん、あとやっぱ友達と話してちゃんとこう、はい、心の内を話したりとか、はい、今状況がこうなんだとか、はい、救われるよね。そうですね、言葉に出すってあの人間が一番最初にできるアウトプットじゃないですか、うん、やっぱみんな喋った方がいいです、ね、え、しんどい時何食べますか。うわー、なんだろう、甘やかしちゃおうっていう時はあのびっくりするぐらいマクドナルド食べますマクドナルドの、マクドナルドの、うん、私いつも、うん、あのセット、はいはい、ハンバーガーのセットと単品のハンバーガーを食べるんですけど、すげえ食うじゃん。でも甘やかすときは、うん、セットのハンバーガーと単品のハンバーガーを2個いきますすごーい、いけるんですよねそういう時って。ほんとめちゃくちゃ食べます。でうわお腹いっぱい幸せってなって、はい、で食べながら泣いて、はい、もう赤ちゃん赤ちゃんでぐちゃぐちゃで寝るっていうあーいいね、また曲が書けるねそしたらそうですね、そういう風に思ってる女子いっぱいいるもん世の中に。みんなやりましょう、うん、ハンバーガー3つ食べて、うん、あのぐちゃぐちゃになって寝ようおすすめです。おすすめですね。私はラーメン食べるかな。あーラーメンもいいですよね、まあ、ラーメンもいつも食べてるからあれなんだけど、うん、なんか暴力的な味付けとかにします。そうなのそうなの、すっごい辛くしたりとかさ、はい、ニンニクすごい入れたりとかしてさ。あーいいですね、うん、あのよくあのめちゃくちゃになりたいってよく言うんだけど私もうめちゃくちゃになりたい、今夜はめちゃくちゃになりたいでめちゃくちゃで寝るっていうね、最高ですね。ね、そうやってさ機嫌を取っていきましょうよ。そうですね、ね、そこの意識高い系の女の人たち、ね、私たちはラーメンを食ってマクドナルドを3つ食べてますよそれでこういう曲は書けるんですよろしくお願いしますどの辺がよろしくお願いしますさあね、よく皆さん竹本理央ちゃんの、 あの性質が分かっていただいたところで、はい、いつから歌ってた？歌い出したのは、人前で歌い出したのは18歳、うん、19歳ぐらいの時からですね。なんか変わった？その頃と今って。そうですね、その頃専門学校に行ってた時からなので、やっぱ録音が若干残ってたりするんですけど、うん、もう全然違いますね。感情の乗せ方とか、まあ
いろいろ違うし、うん、その時歌ってた声の方がいいなって思う時もあるし、うんうん、今の方がいいなって思う時もあるので、あれ変わってるけど変わってないのかもしれないです、うん、でも今しか歌えない歌をきっと歌ってるんだろうね。そうですね。なんか若い時ってさ、うまい、うまっ、そうなんですよ、うまく歌落としてんのよ、それが鼻につくのよ、なんかまあ確かにちょっとうまいかもしれないけれども、なんかうまいでしょっていう言葉がもう聞こえてきちゃうの、なんか歌から。そうですね、うん、確かに。でもまあこのね28歳、はい、これからもうすごいですよあなたまだまだいろんなことがいっぱいあると思うし、まあはい、ね、なんか今書いてる歌詞も本当に素晴らしいし、これからね、またいろんな経験して書く歌をすっごい楽しみにしてます、はいはい、ありがとうございます。ファンなんで追っかけます、私ファンなんでほんで、4月にライブがあるって言ってました。そうなんです、うん、4月は、東京で3つほどライブがやるやんあるんですけれども、言って言って言えるやつ、ま、はい、日付と場所だけちょっとバラしちゃおうかなと思うんですけど、バラそう。一つ目、はい、4月3日水曜日、うん、吉祥寺のマンダラ2という会場で、はい、二つ目4月22日月曜日に八王子パパビートというところで、で3つ目が4月の24日水曜日に下北沢の DY キューブというところで歌います。竹本さんのライブ見に行ってください。もうどこが見どころかっていうと、2リットルの水を2リットルのペットボトルでストローも刺さずにガブガブ飲むところ、ステージ上で本当にすいませんめちゃくちゃ水を飲むのでね、なんかもう追いつかなくてチューチュー吸ってたらマックは3つ食うし2リットルのペットボトルで水を飲むしでね、もうすっごい面白いんで皆さんぜひぜひ遊びに来てくださいありがとうございます。なんかこれからあります？これから竹本はこんな風になっていきたいなとか。去年の4月から弾き語りを始めて、それこそその4月のライブでもう1年弾き語りが教え出して立つので、うん、その辺も見てもらえたらなと思います。楽しみ。やっぱ楽器を持って、うん、曲を作ると、はい、また違ったものができるなって最近は思ってるので、また新曲もお届けできたらなと思います。楽しみにしてますということで、じゃあまた遊びに来てくださいね。ぜひお願いします。はい、あ、竹本りおちゃんと一緒の、配信ライブは3月の12日あさってになりますので、皆さんお楽しみによろしくお願いいたします。お願いします。ということで本日のゲストはシンガーソングライターの竹本りおちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。